名鉄名古屋からこんにちは。今日は一日中名鉄乗るんか？もちろん、特別車にも乗る予定。そんなお金どこにあるんだよ。今回はフリップだから金銭的には余裕。これは何系？多分6000系なんじゃないかな。これに乗るの？うん、これで一体駅まで行ける。早速乗車。一体駅ってどこ？それは後でのお楽しみ。名古屋発車。途中で JR と並走。食われたので全面全方垂れ流し。そしてとある駅に到着。やってきたのは港駅。ほっと失礼な駅。そういうことか。ずっと前から行きたかった駅だからやっと来れて感激。一泊変えても違和感ないね。違和感しかないだろ。改札出てみた。まあまあでかい駅やな。それじゃあ特急で豊橋まで行くよ。一駅だね。早速乗車。稲発車。またそのうち来るねー。てか思ったんだけどさ。うん？阪急の稲の駅には行かないの？あー、新神戸、三宮、塚口、着いた。無理やりすぎるだろ。ちなみに駅舎。どうでもいい。てなわけで豊橋到着。ていうかお腹すいた。うん。違う、それはすいた。飯食ったら引き返します。その前に JR を撮影。というわけで戻ります。今度はどこ行くの？とりあえず名古屋までかな。ちなみに名鉄は詳しくないのでこれが何系なのかもわかりません。俺が知ってる形式といえば。1700! ぐらいしかわかりません。唐突なぞは。名古屋日間。それじゃあ特別車で岐阜まで行きますか。お、ついに乗るんだな。特別車って言うと阪急も特別車を出すとかなんとか。そういえばダイヤ改正するらしいね。阪急快速って乗ったことあるの？ないねってか今回のダイヤ改正で消えるのか。てなわけで乗ってきました。さ、ついでに京都レインも。ちなみに稲の駅もこのついでに行ってきたよ。その動きうざいからやめろ。そして何を思ったのか岐阜駅の駅名表も撮影せずに折り返す稲都市。そして気づけば空港にいました。ほら、撮影しないから雨降ってきたじゃんか。関係ないだろ。どこかの駅に到着。もはや覚えてないのくさ。しょうがないじゃん、8月の課題なんだから。編集しろ。てかマジで何駅だよ。どうやらカメラによると。それではこの豊橋行きの特急で名古屋まで帰ります。ちなもう時間切れだから特別車には乗れないよ。そっか、フリーパスの効力って16時までか。そして名古屋に帰還。なんで近鉄なのよ。どうせ写真なかったとかでしょ。やっぱり。それでは今日は終了。明日はついにあそこへ行くよ。早朝の名古屋駅からこんにちは。今日はひたすら東海道線を登っていくよ。東海道ってことは関東か。ついに東京行くのか。初東京はサンライズとかにしたかったけどお金ないから無理ですね。名古屋発車。いつも通り全面展望を。座れなかったんだな。はい、ずっとゲームインプレイド。まあそのうち座れんでしょ。座れたんもエクスプローラー。一瞬空気がなくなりましたが今日も平和です。平和かっこ哲学。列車は静岡との県境あたりを走行中。あのリニアでどうのこうの言ってた静岡か。リニア乗りたい。リニア聞きたい。そんなこと言ってねえよ。痛そう。痛いでは済まない。途中、浜松で乗り換え。てかこの車両、静岡名物オールロングですね。ありがとうございます。東静岡あたりを走行中。新幹線来ないかなって思ったがこす。さ越えて草薙。草薙越えて清水。今度は沼津で乗り換え、そしてしっかりロングシート。列車は旦那トンネルを走行中。このトンネルを抜けたらとある名物が見れるよ。名物？熱海。東海道線。旦那。神奈川。皆様大変お待たせいたしました。こちら。電車が邪魔で見えませんが奥には木の宮駅があります。これですね。え、いたよな今。熱海到着。そして見えてきた東京の文字。これに乗って東京まで行きます。そしてもちろん2階部分に乗車するよ。無事着席で少しでも節約するためにグリーンは川崎駅まで。節約する人はグリーンに乗らない。熱海発車。倍速にするの好きだな。だって編集楽やもん。絶対な。それではしばらくの間、倍速速減展望をどうぞ。
間もなく東京に到着。めちゃくちゃグリーンは快適やったな。マリンライナーも見えたよね。はい、確か JR 四国の路線系って関東のグリーンを参考にしたんだっけ。確かね、やから見てたんだと思う。てかマリンライナーのグリーンも乗りたいな。またいつか乗りに行くか。あとうどんも食べに。あと話は変わるが273系のグリーンも乗りたいね。略語の新車か。あのデザインって賛否両論あるよね。ちなみに俺はダサいと思います。うわ略語の新車かっけえな。それでよろしい。というわけでいろいろありましたがついに東京駅に到着です。てなわけでウーティング、次回は関東の施設に乗りまくろうと思います。それでは次回、ご視聴ありがとうございました。君誰？